このの演目の話ですある先ほどまでの話に出ていた演劇の養成所ビルに通う女性に聞いた話なんですがあるクラスの演目が発表を迎えることになったこれは昭和の子供たちをメインにした物語でこれが先ほど舞台袖という話の中でリハーサルを行っていたそれなんですねそれって 劇の中でコックリさんをするシーンがあるんですって。だから、それにやる前から、もう、やる演者さんたちだが、やだなっていう人がやっぱいたんですって。もう練習の段階からコックリさんのシーンになると空気が変わるんですって。で、それがもう見ていて伝わる。で、公演が始まったんですけど、怪我人が続出するんですって。子供役の中の一人が肩甲骨を骨折。他のコックリさんをしていたこのお父親が亡くなる。 バイク事故で骨折するっやってる時に3名リタイアが出たんですねで公演に A キャスと B キャスっていう要は日程でこう分けられてるんですねでもこの時は怪我人が出ちゃったからもう A キャス B キャス入り乱れてなんとか続けようなんとか続けようってようやっと終了までこぎつけたんですっ最後の打ち上げの時に最初の背中の骨を折っちゃったって子がもう痛々しい姿でなんですけど参加してくれたんですね で彼が飲み会の最中突然ふらっと立ち上がったんですってでおっと思って見てると急になんかに引っ張られるかのようにドーンと崩れ落ちて柱の鉄柱に頭から直撃したんですってベギンっておかしな音がしたんですそのまま意識不明となって救急車で運ばれた後日仲の良かった演者の女性が 彼女に語ったことがあるんだそうですその演者の女性って演技力が非常に高くて素晴らしいのはとにかくミスがないんですってすごく尊敬してたんですねでもその彼女が今回全然違うんですって全部の回でコックリさんをするシーンになった瞬間にセリフを噛むとちる飛んじゃうまあ前評判からこれやばいんじゃないのっていう噂があったから ま、緊張してたのかなって思ったんですけどやっぱ気になってたんですってあの完璧なことをする彼女は何だろうってでその彼女がいいですねあのね公演を続けようってみんながそういう空気だったから言えなかったんだけどコックリさんをするシーンだった瞬間彼女はあるものをいつも見ていたそうです車座になってやるシーンの中 自分たちの周りを真っ黒い影が3体ぐる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 回るんですってでコックリさんのシーンが終わるまで彼らを円元にぐる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 回り続けるそれがあまりに恐ろしくて彼女は震えながら演技に臨んでたクシムックも今回教授が起きてリタイアした人数と3人一致するんですねコックリさんは自分の意思で動かしてはならない参加者以外の前でやってはならない そういうい決ままりりありますよね今回は演劇で演技のため自分たちの意思で十円玉を動かして大勢の観客たちの目の前でやったことになるだからそういうことってあるんですかね、えー、そう彼女は言ってましたえー、28 27話目公演という話です